はい、皆さんこんにちは、亀鉄です。1月26日春日部ウォッチングスタートです。東口ロータリーを古戦橋の上から撮っていますが、一の割寄りを見ると、お線路際にあります鉄道施設の一つが取り壊され始めています。ついに上り仮線一の割寄りも工事が進むようですね。右奥に見えているのが富士見町の地下道です。こちらも工事をしています。はい、階段を置いてきました。1番線のロッカーは使用中止になってますね。この奥の1番線のトイレ、今回の東口新駅舎になってから使用できなくなるということで、この区画一帯がもしかしたら閉鎖されるのかもしれないですね。コインロッカーが使えなくなるってことは、もしかしたら撤去されるのかもしれません。ここの部分も、工事していくかと思いますね。フェンスとかでもしかしたら区切られるかもしれませんね。改札出ました。照明写真機の横から見ていますが、仮通路の工事がいよいよ始まりました。改札越しに見る特急列車、リバティですね。東口の現駅舎は2月3日で営業が終了します。寂しいですね。このね、地平のね、改札口から、直接列車に乗ることができました。ロータリーです。バスが斜めに停車しています。バス停の工事をしている過渡期になりまして、ロータリーですが、右の奥の部分ですね、工事をしています。東口新駅舎の裏口ですね。フェンスが撤去されまして、また何か工事が始まりました。そしてですね、この東口現駅舎営業終了を知らせる卒業証書なんですが、この写真レアですよね。夜間に撮ったものだと思うんですが、この赤いのって、DL 体重の DE10 型ディーゼル機関車じゃないですかね。で、青い客車も左側に写ってるようなんですけど、ね、このレアな写真を持ってくるというところもなかなか粋な演出かなと思いました。東口新駅舎です。シャッターの隙間に自動改札機が見えましたね。あの奥の部分、自動改札となっています。右側が定期券売り場ですね。まだ内装の工事、詰めをしているんでしょうか。はい、この定期券売り場が東武線グッズも売っていました。せっかくなのでね、スペーシアのラバーのキーホルダー買ってみました。ロータリーです。で、この場所がね、立ち入り禁止になってしまうんで、こういう風景もいずれ見れなくなってしまうんですよね。いろんな角度でちょっと写真動画撮っておこうかなと思います。東口新駅舎です。こちらが2月4日から営業開始されます。1階の部分から直接1番線ホームに行く通路が作られるのと、階段やエスカレーターで2階の部分に上がって跨線橋で3番線、4番線および7番線、8番線に行くことができます。東武線の定期券売り場、こちらのものも2月3日で営業終了、2月4日からは新駅舎の1階で営業が開始されます。ロータリーに来ました。最近動きが激しいバス停の工事です。このね、路盤のところからね、作り直しているような工事なんですよね。ロータリーの真ん中にある心の橋というモニュメントの説明文があるんですが、この状態で残っているということは、この案内も移設するはずなんですよね。ただどこに移設するのか。結構バス停広い範囲で工事してますんでね。ただモニュメントの近くにないとね、説明文の意味がないので、この近くに移設されるものと思われます。なんかこれ気になっちゃってね、いつも撮ってます。
右奥見えますでしょうが、鉄道施設撤去が始まっております。ここの場所もかなり変わりましたね。ロータリー続いて撮っていますが、ヨモウへ行くバス等が止まっているバス停ですね。あそこも移動すると思います。正面から東口新駅舎です。1階部分に自動改札が少し見えますでしょうか。2月4日の4月からはあそこの改札口を通って東口で入りすることになります。改札また入ってきました。1番線ホームから撮影しています。2月4日からはこのフェンスが取り払われまして、仮通路が作られます。ちょっと迂回する形になるんですが、新駅舎の1階のさっき見えていた自動改札の場所へ行くことができます。野田線ホームにやってきました。野田線ホーム越しに見る東口の現地平駅舎、自動改札、東口改札口ですよね。ちょうどスペーシアが止まってたんで、今は見えてないですが、こういう風景もいずれ見られなくなるんで、何気ない風景を今のうちにバンバン撮っておこうと思います。出発しました。東武特急100系スペーシアが出発していきます。浅草行きですね。東口の現駅舎と1番線の改札口ですね。この風景もそうですね、あと半年ぐらいで上りホーム大きく変わると思いますので、今のうちに撮っておきたい光景です。手前側のね、3、4番線ホームの古い屋根もね、工事が進むにつれおそらく変わっていってしまうものと思います。動画撮影していたんですが、下りも上りも東急の車両でしたね。田園都市線へ直通する東急の車両でした。ちょうどね、東武の車両が来なかったんで、こういう風景も撮っておきたいと思います。2月3日で東口の現駅舎改札口は営業終了し、2月4日からは新駅舎の稼働となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいね評価をぜひお願いいたします。今後も撮影していきます。よろしくお願いします。